こんにちは、中本白秋です。今回はですね、行書千字文の中のですね、露結びて霜となる、その部分の解説しましょう。まず露というですね、雨冠ですね、こうしてこうして中はですね、ちょっと中心寄りにこう書いてあります。そしてつゆ結びて、はい、糸編ですね、結ぶ、キュッキュッキュッ、つゆ結びて霜となる、なるって、ふっへ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 っ、霜ですね。以上、露結びて霜となると書いてみました。まず露っていいですけども、前回のですね、雲のぼり手の雲の、雨冠と同じようにですね、これを広く表現して、ここの分少しこうくびれを作ることですね。ここにくびれを作る工夫をして書いてください。あと結ぶって、この糸編は覚えておくと便利ですね。糸っていう字をこう楷書で書きますと、こう大変ですね。これ大変ですね。これをですね、こうしてこの点点点をですね、もうこうなったんです。これ糸編っていうのはですね、こうしてこういう書くケースがありますから、これをそのまま続けて書いたのがこの感じですね。ここは点点点の分に当たるわけですね。口は何度か申し上げますように、こうに閉じるわけですね。ここは上がるように、行書ですから少し明るく、口もこうして上も開けて、ここ下も開けました。これをこう起きて、こう起きて、こうして、こうきちっとくっつけるとちょっと窮屈になりますので、この辺り間を開けてゆったりした雰囲気表現しますね。これが結ぶという字の美しい書き方になります。糸編はこう揃えるような意識ですね。次、なす、ためっていうですね。まあ、ためっていう字はですね、このここの、ここをしっかりくびれさすことが大事ですね。これをですね、こう来て、こう来て、こうどん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 こう大きくしちゃいますと、なんか様になりません。こう書いて、こう来て、ここをですね、こうちっちゃくしておいて、これをうーんと大きくしてあげると、こう、メリハリができますね。これとこう寸胴っぽくなりますので、このようにこう書いてみてください。次、霜っていう字はですね、露と同じように雨冠を大きく書いて、下をこう引き締める。ですから構図としては、雨冠に対して、そうっていう字はこういうイメージになる。このようなパーツの組み合わせを意識して、まとめてみてください。以上、これで私の解説を終わります。